物が来たので開けてみたいと思います。開けてたら姫が来ました。金ちゃん、かわいい。すごい大きい荷物でね、本当にもう寛大で、前にねいただいたばかりなのに本当にありがとうございます。じゃあ全部開けますね。じゃ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 ん。すごいすごすぎる。親戚のお姉様ありがとうございます。たくさん、本当素晴らしい。私これね買おうと思ってた、ちょうど。ありがたい、嬉しい。これもほら、これもいいですね。2つずつね、アクトリ名人やら、このすごい高級なトイレットペーパー、素晴らしい。ティッシュとかありがたい。もうほんとすごい。あ、これ指にはめて食べるやつ、ポテコ2つ入ってる。いや、前ね送っていただいたの、本当あの届いて開封してすぐにあの稲に戻ったので何も食べられなかった。私は大工さんとタイピーでね、あの美味しくいただきました。どうもありがとうございます。本当感謝です。わー、すごいね。これもほら、これも入ってる。レモンかけみたいな干すやつ、いい感じ。ご自分じゃ選ばないような感じのね、いいですね。あ、これ楽しい。ほら、フードアームが回転します。あ、フードで、フード付き多いんでね、タイピー。そうだ、フード付きの洗濯干すやつ。おお、すごいね素晴らしい。本当、長谷川恵子さん、ありがとうございます。大好きな梅干しとか、わー、すごい。これね、あのタイピーとか私のところだけじゃなくて、実はフルタイムさんとファイヤー君の分も入ってるそうなんです。お手紙読ませていただきます。いつも素敵なデコ様へ、こんにちは。お忙しくてもお疲れでも明るく楽しくお優しくお話しされるデコ様、何かあってもみんなが笑顔になっちゃいますね。いつもありがとうございます。このところいつものおばちゃん化が進み、今日は何こんなの家にあるのにというものが多いのですが、いくつあってもいいじゃんって感じで入れさせていただきましたよ。小さい方の箱のものはタイピー家。あ、全部一緒に開けちゃったどっちだか分かんなくて、フルタイムさん家、ファイヤー君家、あの5つあるものはフルタイムさんとうちで2つずつ、ファイヤー君1つということで、別便で届く梅干しの方はこれですね。はい、分かりました。それぞれに分けてくださいということです。5つあるものは分けるということですね。了解いたしました。はい、ありがとうございます。後でちゃんと見ときます、はい。今回ワンニャンちゃまのものが入れられなくてごめんちゃい、そのうちお届けします。たくさん大丈夫ですよ、恵子さんたくさんいただいてますから、本当ありがとうございます。ラルちゃん、ブリちゃん、お大事になさってくださいね。ではこの辺で失礼いたします。親戚のおばちゃん化が止まらない、長谷川恵子よりありがとうございます。嬉しい、親戚のおばちゃん家のもの
美味しそう。これ見て、こう5つもさ、ほら、チョコレートだって、チョコレート。これ、あ、これ美味しいやつでしょ。よし、焼け。これは、これもそうだ。これも。ねえ、これは何だろう。ガトーショコラのケーキ、前いただいた。わー、これ、ちょうどね、なかったんです。大工さんにお出しするものも。で、昨日チョコ、自分で普通の、何チョコレート買って急いで買ってバッと置いたけどね、その前はね、あ、おしるこ出したりとかね、そのおやつでね、おやつの自分で、自分で作ったお惣菜、あ、そうだ、玉ねぎ、新玉ねぎの酢の物とかね、そんなの出してたけど、こんなにねよくしていただいてるから、皆さんからこうやって今日は恵子さんからいただいたもの出したら喜ぶんじゃないかな、楽しみだと思いますよいろんなもの届いて本当に美味しいのいただくんでね、ありがとうございます。すごいすごい嬉しい、ありがとう、本当に感謝です。これで私も頑張ってクエン酸取ってね、クエン酸とって頑張ることができました。これちょっと一つ開けてみたいね、これ。これな、え、チョコなの、梅チョコだって、ちょっと開けてみますね、かわいい、これ梅のチョコなの、味見てみよう、これいただきます。うん、おいしい、質のいいクッキーと質のいいホワイトチョコに梅が入ってる、うん、全部食べちゃったうん、これは楽しい、甘い中に梅、ちょっと酸っぱい味が混ざって美味しいです。うん、ありがとうございます、高級なやつだ、うん、美味しいチョコだ、うん、今度徐々にお見せしたいと思います。本当にありがとうございます、素晴らしい、もうこれも嬉しい、もうみんな嬉しいこれも美味しそう、みんな好きな好きなもの、ありがとうございます、人形焼きとか、あれこれも美味しい、みんな美味しいものを本当にたくさんたくさん送ってくださって感謝です、ありがとうございます、けいこさん、親戚のお姉さま、ありがとうございました。ラルちゃん来なくてちょっと寂しいけど